科学って何かっていうと、今日痛みですから、皆さんね、体痛いのは痛みを捉えてしまう成分がたくさん体の中に溜まってるんですね。名前覚えなくてもいいですけど、ブラジキニンっていうんですけど、ね、その痛みの成分も体の外に出ちゃったら痛くないんです、うん、話これだけなんですよ、ね、で調べ方があるんです。もうおしっこで分かるんです。これおしっこまず取ります、治療を受けます。治療を受けた後におしっこ取ったら痛みの成分がたくさんおしっこに出てくるでしょ。体の中痛みの成分外に出たんだから痛くないです。で聞いてみると、ああやっぱりあの人痛くないですね。で体の中の成分の変化全部調べるんですよ。だからこういう痛み消えますよとか、こういう病気治りますよって話をしてるんです、うん、こういうことをずっとやってるんですよ私。これこういうのが仕事で、皆さんが受けてきた治療は科学ではなくて統計学に基づいてます。疫学とか統計学に基づいてます。まあ統計学ですよね。統計に基づいてます。でどういうことかっていうとね、簡単に言うとこういうことなんですけど、